回前の打球なんで、ちょっと話し合うって感じにならないかもしれないんで、申し訳ないんですけど、1人で全体戦で対抗を始めました。その時にも、前回では言ったんですけど、ホームのみんなの前でしっかりと言えなかったんで、ちょっといろいろ誤解があったりとか、あるのかなっていうので、ここまであんまり発信できなくて、すみませんでした。僕たちは去年あの事件があって、あの太鼓だったりドラミカだったりっていうのをクラブと話して一回伝えなくなって、その中でやっぱり僕たち手拍子と声、そこでしっかり応援作っていこうと、それで去年太鼓とかなしでしっかりやってきて、でもやっぱり増えてしまう、どうしても。その中でやっぱり太鼓が欲しいっていう声が増えてきて、で太鼓で出ないようにっていうか、しっかり武器として使っていきたい。だから全体戦も一発ですごい声が出て、やっぱり太鼓すごい武器だなと思って、だから両手で合わせてしっかりサポートする。その中でほぼほぼというところで最高形をしていきたいと、そういう今の使い方をしています。なのでずっと太鼓がないから合わせられない、そうじゃないと思うんですよ。しっかり選手のプレー見て拍手して声援して、それもサポートだし、それがボールになって歌になる。そして、太鼓を叩いて、もっとどかんと、しっかり選手の背中を押そうよ。今、そういうスタイルで僕たちをやっててます。いろんな声もらって、しっかりもっと、全部太鼓を叩いた方がいいんじゃないかとか、いろいろあると思うんですけど、僕はそれだったら、何も変わらないと思うんですよ。誰も何も考えなくなっちゃうし、プレー見て、まあいいのかな、悪いのかな、まあ太鼓入ってるから頑張りなのかな。そうじゃなくて、誰か行けなくても振られるのサポーターしっかり判断して、しっかり反応して選手をしっかりアポートする。そして今はサッカーのスタイルがしっかりあって、選手はそのスタイルの中でプレーをしている。だから例えば、これも言われたんですけど、見てるところが今確かに多いのかもしれない、だから応援してないじゃないですか。そんなことないですよ。選手戦ってて俺らもしっかり見て、ここに来て集まって、それもサポートだし、しっかり一つ一つのプレーに反応して、それが絶対ゴールになってみたいな、俺そう思ってるんで、だからみんなでゴールを作っていきたい。トラメガもそうだな、やっぱり一人一人、一人一人の夢、選手をサポートしたいという気持ちが合わさって、今のスタイルになっていくと思ってるんで、最初の使い方だったりとか、いろいろ意見あると思います。だから、言葉は全然聞いて、どんどん言ってください。みんなで作っていきましょうよ。幕のこともそうなんですよ。今一番前幕出てないじゃないですか。これもクラブといろいろ話して、この幕はダメだとかいろんなことがあって今買ってないんですけど、僕は今日勝って次 ACL 大事な試合来るんで、プライドオブランドギャルゴーを出したいと思います。で、ここからスタートしたいです。幕スタート、みんなの気持ちが乗る幕を一番初めに出したいと思ってるんで、この前の試合、何がダメって言われてる中で中途半端になったのをやめました。だから今日しっかり勝って次 ACL 大事な試合来るんで、そこでしっかり出したいと思ってます。だからこういうタイミングで、こんな開幕でこれやった方が良かったのかもしれないですけど、ちょっと中途半端になったんで、そこはすいません。でもここまでリーグはしっかり勝ってできて、ACL も勝ってて、まあ今日はこの
まましっかり走っていきたいと思うし、4月試合いっぱいあるんで、みんなでいいゴールが作っていきたいと思ってるんで、ぜひいろいろ意見もください。そしてみんなでしっかり見ていく、例えば歌がないからイライラとかしないでほしいし、なんで選手優勝のハーフなんだろう、そこでイライラしないで、なんだろう、例えばシュート打たれて、まあ、これよく話すんですけど、ああ打たれちゃったじゃなくて、打たれて外れた、もう全然大丈夫だ、キーパーがミスセーブとか、それで盛り上がる、それこそホームじゃないですか。いかに選手の気持ちを前向きにさせるか、それはやっぱり一人一人がしっかり見て、そのプレーにしっかり反応しないといけないと思うんですよ。だからそれを支えない体制で、ゴールリーダーでっていうゴールラインに本当にしたいと思います。去年とは違う、今までとは違うんで、いろんな意見あるし、いろいろ思うこともあると思うんですけど、これで僕らはゴールラインを作っていきたいと思ってます。どうでしょう、みんなでいいゴールライン、今まで以上にいいゴールラインを作りませんか。はい、わけじゃないですか。